皆さんこんにちは、ノイアロガです。イエーイ、ノンです。今私は仕事で下田市に来ています。下田市にあるお店にお邪魔して撮影しているんですが、1階はテーブルトマトっていうめちゃくちゃ美味しいご飯屋さんで、2階はここ2階なんですけど、ブックスハントっていう本屋さんになってます。本当にご飯が美味しくて、自分で歩いて、え、ここ何、なんか素敵そうって言って自分の足で見つけたすっごい美味しいご飯屋さんなんですよ。そしてここのご店主の野田真由美さんという方は、このように本も出されていて、すごくおしゃれなんです。それではですね、今回何をやりますかというと、ノーヤロガ衣装のルックブック。はい「ノンヤロガ」でも私がいつもお世話になってる町野泉さんっていうスタイリストの方が衣装を下田まで送ってくださいましたので、その衣装をこれから開封して、今後出していく「ノンヤロガ」の企画に着ていく衣装を決めていきたいと思います。開けていきますよ。なんだろう、これ資料が入ってますね。いつもこういう風にまとめてくれてて、いろんなコーディネート組んでくれてます。はい、あ、ニット入ってる。あ、これ1個目のコーデかな。あ、これか、インするんだ、かわいい。このピンクのズボンにこうやって、うわー、カラフルでかわいい。あ、これちょっと変わり種ですね、形が面白い。ちょっといろいろドッキングされた上下ですね。スカートもすごくかわいいし、あ、このニットが主役の、かわいい、これめっちゃかわいい。そしてこの場所に合ってません？かわいい。このズボンかスカートみたいな、これ欲しいくらいかわいい。見てください、なんかいろいろ、なんていうの、パッチワークっていうか、いろいろ切り替えが、後ろもかわいいですね。かわいい、このトレーナー、はい、これプリントめっちゃかわいい。パンツかスカートかどっちかですね。かわいいトレーナー。いや、これどこのだろう、このトレーナー。私色違い持ってるかも。これの色違い買った、はい、白のクリアのソールの厚底。かわいい、これ。あ、ディナッシュなんだ。花柄の黒の靴。おお、すげえ。これゴールドのウェッジソール、はい、白のブーツ。サイドコアブーツでもないし、ここもリブになってる。はい、開封していったので、これからどの衣装にするか決めていきます。それではノンヤロガのルックブック1回目いきたいと思います。さっきのニットがめちゃくちゃ可愛かったので、1着目はこのコーディネートを着てきます。行ってきます。はい、1着目こんな感じで、靴が2足のうちから選ぶんですけど、どっちがいいかな。なんかこの感じだと花柄も合いそうだけど、いつも片方ずつ履いて選んでどっちがいいかな。なんか黒な気がするけど、どっちでいい。黒か、やっぱ。はい、できました。1着目はこのニット、かわいいカラフルなニット、いろんな切り替えのデニムで花柄の靴っていう、もうなんか可愛いが詰まったコーデになってます。いや、めっちゃいいな、可愛い。これ決まりだな、これ絶対衣装で着たい。いつも町野さんはのんちゃんだったら絶対攻めた格好がいいからって言って、そこにこだわってすごく衣装を選んでくれてます。 OK、 じゃあ2着目選びましょう。あ、じゃあ最初の方のこちら着てきます。はい、2着目で、2着目も靴が2種類どっちかにするって感じなんですけど、2種、どっちだろう。なんかブーツな気がする。ちょっとここがごついからブーツかな。
2着目こんな感じです。おしゃれですね。このアシンメトリーでここにギャザーが紐で調節できるようになってて、でこっちもできるんだ。でもちょっとあえてのアシンメトリーでしょ。かわいい、好き、めっちゃ好き。あとこういうごついブーツ大好き。足が大きいんで、私26センチ、倍によって26センチくらいある大足なんで、こういうごついブーツだと大きな足が紛れる。ちゃんとポッケもあります。はい、じゃあ2着目はこれでした。それでは3着目選んでみます。じゃあこっち、このトレーナー着てきます。ちょっと裾が長いから滑っちゃった。はい、これが3着目です。ゆるゆるですね。カジュアル、プリントが超かわいいトレーナー。しかもこれ驚きなのが、今流行ってるみたいなんですけど、タートルの襟、タートルの洋服着てるんじゃなくて、ここまでしかない、ここのそういうやつで、靴はこれは決まってました。このさっきのゴールですね。意外にカジュアルな服装に金ピカを合わせるんですね。私靴下大好きなんですけど、今日自分が履いてきた靴下、お乳だから見せたい。これは私物、モコモコでボリューミーで水色に茶色で可愛くて買いました。はい、余計なこと挟みつつ、はい、これ3着目で、なんか画像だとほら3パターンあって、上にスカートを重ねてるやつもあるんですよ。これちょっと試してきますね。え、こういうこと？もしかしてこれ逆に着てる？とか言って、違う違う違うとかって言って合ってんだよね。町野さん合ってるかどうか今度教えてください。ただなんかすごいおしゃれな気がする。3着目、じゃあ次は4着目着ていきたいと思います。一番最初に目に入ったこのピンクのデニムにカラフルなニットを着てきます。行ってきます。はい、4着目、めっちゃ可愛いこのズボン。何、ブーツの方が合いそうな気がするけど、クリアかな、ローファーかな、ローファーかな、ブーツか。じゃあブーツ、もう折り返しをいっぱいロールアップするのか太めでロールアップするのかって言ってたんですけど、太めの方がなんか今っぽいのかな。なんかこういうの見ますよね。ピンク大好き、ピンク、こういうベビーピンクみたいな色が大好きなんですけど、こうトップスで着るとめっちゃくちゃ似合わなくて、で避けてたんですけど、町野さんがこういう風にいろんなピンクに挑戦してくれて、このピンク似合ってる気がする。どうですか、こんな感じです。はい、4着目でした。これも着てみたかったけど、手のデッサンみたいなシャツ、プリントの透けてるシャツ。このスカートかわいい、好き、すごい好き。これもかわいいな、おしゃれ。以上、なんやろがルックブックでした。バイバーイ。これからノンヤロガでアップされていく動画で、この衣装のどれかを着ていくと思うので、チェックしてください。